皆さん、おはようございます。上野隆子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は4月の27日、えー、水曜日ですね。天気の方は曇り、時々晴れというような感じではっきりしないようなお天気になっております。それでは今朝の一句では 松尾芭蕉の俳句をお届けしていいいきたいと思います松尾芭蕉は生涯に1,000句余りの句を残したと言われておりますがその中から毎朝1句ずつご紹介してまいります。それでは今朝の1句芭蕉151番目の句をご紹介いたします。 笑うべし、泣くべし、我が朝顔のしぼむとき。笑うべし、泣くべし、我が朝顔のしぼむとき。1682年、松尾芭蕉、39歳の時の句です。 それでは解説していますね。我が朝の顔がしわくちゃになりしぼむ頃には笑いもしよう、泣きもしよう。人生泣き笑いであろう。それで良いではないか。 と、このように場所は読んでいるのではないかなと思いますそれではさらに細かく見てみましょう、えー、今日の句なんですけれどもまずリズムからちょっと見てみましょうねえー、上五がまず「わ・ら・う・べ・し」と5文字で始まっておりますそして中七が「なく・し」 べし、と、ここで、途切れてしまうんですね。まあ一応一旦切れちゃう。えー、中七は、八、えー、長ということになります。そして次に、わ、が、あ、さ、が、お、の、ということで、えー、ここでまた、七文字で切れます。そして、下五、しぼむ、と、き。 ということで、上語と下語は5文字ずつで、えー、まとめているんですが、その中がね、中七が相当ちょっと複雑な、えー、今日は波長の句、ちょっとね、五七五、十七文字にはハマりきれていない、まとまらない句になってしまっておりますね。えー、それではね、内容なんですけれども、内容としては、まず、朝顔というのが季語。 ですからえ秋ということになりますね。そしてこの笑うべしと最初に始まっております。ですからべしというふうにね、その今では何々何々するべし何々するべしって言ったらこういかにもね何々、えー、しましょうとか何々するが良いとかそういう何々しなさいみたいなそういったあの表現になりますけれども。 えー、これは、べしというのはね、えー、まあ助、助動詞として、その文法的っていうんですかね、文法的に見てみると、〜何々するが良い、きっと〜何々するであろう、〜何々することができそうだ、〜何々せねばならない、というような、そういうような、えー、まあ、固い表現になりますね。 口語調の表現とはちょっと違って、硬、えー、い文章の表現というような、えー、ニュアンスの、えー、言葉、助動詞ということになっております。ですから、えー、笑うが良いというようなことですよね。なんで、えー、人生泣き笑い、もう朝顔もしぼむ頃ですっていうのを、えー、笑えばいいさ、笑いなさいよ、 っていうようなそんななような、えー、気持ちで書き始めておりますね笑うべし、えー、笑いたい人は笑いなさいよっていうようなそんなようなニュアンスですねそして中七泣くべしここにも「べし」がきております今度は、えー「泣くべし」あ泣くべしですね泣くべし、えー、と笑うべし。 泣くべしとこう続いておりますので、えー、そしてちょっとこう波長でここで切れてるんですが、笑いなさいよ、泣きなさいよということですよね、えーえー。笑うがよい、泣くがよいというようなことになります。笑うがよい、泣くがよい。そして次が我がと来ておりますから、自分のことをということですね、えー。場所は自分のことをというふうにここで我が と入れております。そして「朝顔のしぼむ時」とこう、まあえー、まとめておりますので「朝顔」というのは秋の季語ですね、えー、秋の季語、うん、8月ぐらいですだったんでしょうか、えー、秋といっても暦の秋ですからまだ秋口暑い頃だったかもしれない。 しぼむ頃ですから、朝顔というのは朝になると咲いて、夕暮れになるとしぼんで、夜はしぼんでるわけですね。ですので、えー、これは夕方なのかなと普通取ります。ですが、ここにちょっと変わった見解としての前書き。 がついてるんですね。まあ、この場所のこの、えー、句の前後のいろんな前書きや印書きによって、あの、この句の解釈がね、やはり相当違ってくるわけなんですが、ここにもですね、えー、決め手になる前書きがあるんです。何かというと、朝顔、寝言と,というふうに、えー、こう、漢字でね、 4文字の前書きが、えー、書き添えられているのが残っているという、えー、そういうような、えー、句なんですねええ。朝顔寝言となっています。ですから、我が朝顔のと来ておりますから、朝顔の寝言ですよ。 というここに決め決めめですよねその時間的な想像のね朝顔は夜になるとしぼんでいるわけなんです。あとお天気が悪い雨が続いたりしてもパッと開かずにしぼんだりしてるわけなんですね。ですから、えー、朝になるとお日様と一緒に開いてくるわけなんですけれども。えー、ですから えー、朝顔がしぼんでいる。これは朝顔の寝言ですよ。ということなんですね。場所が、自分が夜の寝言として、えー、あのー、自分のね、人生か何か、そういった悟りに例えて、我が朝顔が、私の、私の朝顔が、えー、朝顔のような自分が、というようなことですかね。朝になると開いて、夜になるとしぼむ。まあ、人間のような朝顔。 綺麗な朝顔が自分のようであるということで朝顔がその朝の顔朝顔ですよねえ我が朝顔がしわくちゃにしぼまれてしわくちゃになってしぼむ頃になってもえ笑いもしよう泣きもしようというね人生泣き笑いですねというそういういいじゃないですかと。 笑いなさいよ、よ、泣きなさいよいいじゃないですか朝顔のように人生朝になれば開き夜になればしぼむそんな毎日ですねとえそんな人生をね笑うもよし泣くもよしということでいいこともあれば悪いこともある人生泣き笑いですねというそんなような場所の、えー、ちょっと悟りを読んだようなね、句なのかな と、えー、今日は思いました。ちょっと字余りの句ですね。それでは。場所。今日の百。五十一番目の句を。最後にもう一度。ご紹介いたします。笑うべし。 泣くべし、我が朝顔のしぼむ時笑うべし、泣くべし、我が朝顔のしぼむ千六1682年、芭蕉39歳の時の句です。 それではまた明日。バイバイ。さよなら。